美南町にあるプラスチック用精密金型メーカー株式会社黒田製作所。フロントグリル、ダッシュボードなどの自動車部品の元となる金型を製造している。1ミクロン単位の精密さも実現できる黒田製作所の金型はトヨタをはじめ国内自動車メーカーから強い信頼を得ている。本当に金型というのはある意味ではものづくりの根幹をなすですね、やっぱり重要な部分だとこういうふうに思っているんですね。創業は昭和50年、当初は金型の部品加工が中心であったが、昭和50年代後半からは自動車部品の金型の製造を開始した。それ以降幅広い金型の製造を手掛けるようになった。特にスピーカーグリルのプラスチック製品化は他社に先駆けての取り組みであった。そして今では売り上げの 95% を自動車部品の金型が占めている。例えば雑貨なんかはですね、やっぱその季節なんかをずれちゃうともうその年も意味なくなっちゃうので、非常にやっぱり農地にも厳しい環境の中で我々もやっていかないかということにはなってますよね。黒田製作所は技術力だけでなく営業にも力を入れている。創業者の黒田隆会長と正彦社長は共に金融機関の出身者だ。その経験が PDCA プラス S の掛け声のもと、顧客サービスの充実を図るという独自の経営戦略を生み出している。技術力以外でも顧客獲得を目指す動きは彼らならではの考え方といえる。営業担当者には設計や加工の経験者を揃える。顧客対応の専任設計者を複数置き、メーカーとともに開発段階から設計を行う。また金型を納品する前には顧客任せにしていたプラスチックを流し込んで製品を事前に試作する試し打ちを自社で行うようにした。平成15年、中国で金型を作れないかという顧客の要望に応えるため、中国の大連に工場を設立した。平成22年からは海外展開を加速させ、中国の天津に設計センター、台湾に現地メーカーから金型を調達するエンジニアリング会社を設立。自動車メーカーの進出が盛んなタイにメンテナンス工場を建設した。こういった点とうまく手を取り合って、役割分担をしっかりしながらものづくりをするということによって、最終的には我々日本の黒田製作所のものづくりというものは目的じゃないかとは思います。さらなる品質向上、技術開発にも抜かりはない。昨年にはバルブゲートシステムの開発が経済産業省のグローバル技術連携支援事業に採択された。金型に流すプラスチックの温度や流量を制御することで品質のばらつきを抑える。また無駄になるプラスチックの量を減らす環境にも優しいシステムである。社員と一緒に、やはりチームクロダとして、世界、アジア圏内の各国とやはり手を繋いで一緒に頑張っていこうということになります。